もう無意に過ごせるほど過信探査を繰り返す猶予はないの。どうして外に行くことが禁止されてるんだ。教練員は何をやってる。何を聞こうとも無駄だ。これは大賢者直々の指示。詳しいことは明日聞いてくれ。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス港から品物が届いてる。早く行かないと盗まれちまうかもしれない。それはお前の都合だろう。そのような要望がある際には次から事前に届け出をしておくんだな。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに、はあ、どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出されてるみたいだな。まあ別に意外ってわけでもないけど、オイラたちも話を聞いてみようぜ。衛兵さん、なんで今日は外に行けないんだ。一人去ってまた一人か。俺も知らないんだ。聞かれても困る。我々に下された命令は本日スメールシティの出入りを禁止すること。他には何も聞かされてない。怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。もし俺が内部情報を知ることのできる立場だったら、こんなところで守衛なんてやってるわけないだろう。知らないみたいだな。目的が聞き出せないならもっと直接的な方法で行こうぜ。衛兵だって無限にいるわけじゃないんだし、どっかの壁からよじ登って外に出よう。ここでいいと思うぞ。衛兵もオイラたちに気づいてないし、早く。なんでだよ、オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて外で何かあったら、おいらお前を助けられないじゃんか。あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。分かった、待ってる。早く戻ってくるんだぞ。外に行って一目見たらすぐに戻ってこいよ。気をつけろよ。記憶が。落ち着いて。彼はここにいるじゃない。しかも何が起こったのかわからないみたいよ。そんなの知るもんか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから、夜までずっと悩んでて不安で怖かった。分かったよ。とりあえず許してやる。でも本当に消えなくてよかった。お前が急に他の世界に行っちゃったんじゃないか。もう本当に怖かったんだぞ。さてタイモン、
あなたの視点から昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど、二人の違った視点を利用するね。それから旅人はシティの外に行ったんだ。オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間を境に姿が消えて。いや、オイラはずっとお前をしっかり見てたんだぞ。それで旅人の視点は？記憶が全てなくなっているのは確かなの？これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行ったけれど、二回ともその日の記憶が完全になくなっていて、呼び覚ますことができなかった。外に行くと、オイラたちの記憶が完全に消されるのか？どうやら、外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。でもそうなると、オイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えばメッセージとかか。でもどうやってそれを送るんだよ。そんなに私を見ないで。私は見られることに慣れていないの。わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ。少し時間をちょうだい。その間、あなたたちはドニアザードの面倒を見ていて。よし、そう来なくっちゃな。終わったわ。持っていきなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能があるわ。私はただそれを任意のポイントに向けられるようにしただけ。そんなこともできるなんて、ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。これでメッセージを保存できるってことか？ええ、メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。でも私でもシティの外の環境では使用者の状態と電波の問題について保証できない。試してみないとわからなそうだな。でも少なくとも流れは今オイラたちの方にあると思うぞ。行こうぜ。賢者たちの尻尾をつかんでやる。おう、わかった。もう昨日一回経験したから、今日はそこまで心配じゃないぜ。お前と離れるのは、やっぱり落ち着かないけどな。おう、また明日な、旅人。これが、今までに起きた全ての出来事だ。ええ、電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど、それでも外に行っていたあなたからいくつかメッセージを受け取ったわ。よし、事情も一通り分かったことだし、早くメッセージを聞いてみようぜ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、俺たちがいるのはただまた一つの空間に入った。流れる砂岩、合狂する魚、存在するはずのない風景。これらの空間はいずれも内部に人がいないか無言の人形がいるだけ。人間の存在は感じない。
がすごく多いな。つまりスメールシティを出たらこの空間の外に着いたってことか。でもここから外を見ても至って普通だぞ。どういうことなんだ。それにメッセージを聞いてる感じ、別の空間の内部ってこんな不気味なのか。メッセージはもう一つあるわ。夜になってから受け取った分よ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。俺の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、正体は何だったんだよ。おそらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカー社の音が聞こえた気がするぞ。現実で鳴ったのか、それとも今のメッセージから聞こえたのか。メッセージよ。多分その時の旅人のアーカー社端末から発せられた音ね。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないということ。まさかあの空間こそが現実？でも現実空間があのように消えてしまってはまずいのではないだろうか。記憶にある限り、一日の終わりにはいつもアーカー社の音が鳴っていた。オイラたちがピーって音を聞いた後、すぐに2日目になってたよな。あれってオイラたちのいた空間が消えたってことなのかも。その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言ってた。毎日新しい空間がたくさん現れてるのか。なんか混乱してきたぞ。そのたくさんある空間って一体何なんだよ。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある7つの座を奪い合うただのゲームに過ぎなかった。あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ小さな秘密を告げているだけなのかもしれないわね。魔人戦争、珍しく真面目な比喩だな。え、どこ行くんだよ。で冷静に考えたいのか。わかった、じゃあオイラも邪魔はしないぜ。家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。その
も、ドニアガード、一人で行ってくれないか？オイラたち、まだやることもあるんだ。そう、わかったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか？もうだいぶ時間が経ってるけど。おお、やったな！早く教えてくれ！いや、やっぱりナヒーダのところで話そうぜ。今度こそ真実を掴んでやる。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣探偵の卒業テストを始めてもいいのね。それじゃあまず、隠された真実については、もう見つかったかしら。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。どうやら明確な関連俺たちは夢の中にいる。スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカー社に奪われただけだった。スメール人はただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、本当はアーカー社が知らないうちにその夢を盗んでたんじゃないか？あれら無人の空間は全部主をなくした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間はあんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。つまりスメール人も本当は夢を見ることができる。そしてオイラたちは今実際に夢を見てるんだ。正解よ。それであなたはどうしてアーカー社にそれができると見抜いたの？アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力が全ての民の英知を束ね、人々に知識。いや違う、もう少し。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も送信によるものなんだろ。だったらアーカー社にも夢を操る能力があるはずだ。でも人々の夢を奪うことがアーカー社の全ての民の英知を束ねる方法なのか？このことはどう説明したらいいんだろう。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに人間の脳が最も活性化するのは夢を見るときなの。言い換えれば夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。みんなが夢を見ないのは逆に神の祝福だって。やっぱり意図的に人々を騙してたのか？教令院の賢者たちはそうやってアーカー社を通して人々の夢を使った。そうなんだろ？あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今行われている輪廻はどう説明するの？
体験者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。もう何度も過信短日を過ごしてる。ま、いや違う。目の前で空間がとめどなく消えていき、アーカーシャ、あれらの無境はとめどなく消え続け、どうやら明確な関連、どうやら者は人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカー者によって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、新たな輪廻が始まる。人々はまた別の過信短日の夢の中で目覚めるわ。そして自分のものであったはずの夢はまたしてもアーカー社によって収穫され、それが繰り返されるの。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で、アーカー社は夢の収集機ってことか？その通り。比喩を善用することはいい習慣よ、パイモン。ってことは、オイラたちが聞いたピーっていうアーカー社の音って、現実のアーカー社端末から発せられた音だったのか。だから夢の中のアーカー社端末を外しても無駄だったんだな。さて、最後の質問よ。私は誰でしょう？錬金占いは神の啓示だと言っていたが、ナヒーダは自分を月と比喩していた。気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。オイラと旅人は気づいてたけど言わなかっただけだ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないと答えた。でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。無誘している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく他の者から突然告げられてしまえば、現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから暗示やヒントの度合いに私は最善の注意を払ってきた。とにかく、あなたたちに謎解きをさせてしまったことについては、申し訳なく思っているわ。まず、私たちのいるこの無境は、人々がすでに経験した、過信探査の日という現実を完全にモデルにしているの。だから、
夢に関する異変に気づくことは困難よ。次に、なぜ人々は以前のリンネに関する記憶がないのか、あなたも不思議に思っているわよね。それは人間にとってほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。ましてや自分たちのものだったはずの夢がアーカー社に奪われたとなればなおさらのこと。だから毎回過信探査の夢の中で目覚めても、かつての同じ夢に関する記憶がないの。そういえば旅人がアビディアの森にいた時も夢を見たよな。でも起きた時には何を見たのか覚えてなかった。それも同じことだったのか。ええ、草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それによって既視感が生まれるの。それに比べて他の人々は過信探査の輪廻の中で知らないうちに夢を奪われ続けるしかない。人間は本当に夢を無限に作れるのか。この輪廻は一体いつになったら終わるんだ。あなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよ。このまま続ければ人々は耐えられなくなる。特に元から体の弱かった者はこのような無制限の搾取に耐えることは難しい。今のドニアザードのようにね。命が危険にさらされてるのに人々はそれに全く気づけないなんて。絶対に止めないと。そうね。どうして私が誕生したヒオをモデルにしたのかしら。ただの偶然。ナヒーダも理由を知らなかったのか。なんだか妙だな。教霊院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら、私は知らないわ。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら。大賢者は、せいぜい神の生誕を祝うがいい。神の生誕を祝う？まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。教霊院の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。過信探査の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするまで調査するつもりよ。教霊院の賢者が自分たちの国の神に隠れてこんなことをやるなんて、あまりにも無法すぎないか。何せ私はただの月だから、本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽、今度は何の比喩だよ。あ、今日が終わる時間だ。ええ、明日になったら輪廻を破る方法を教えるわ。二人とも、また明日。